はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、ダルマッカを書いていきたいと思います。ポケモンの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。眉毛をくるーんと書いて上にピッと上げます。目を縦長の丸で書きます。でちょっとこれ太くします。中にもう一個ちっちゃい縦長の丸を描きます。で黒くします。でこっちも眉毛をくるーん、ぐいっと上げて、で目は縦長の丸で描きます。ちょっとクリックしていきます。で中にちっちゃい縦長の丸を描きます。で口を見よう。で歯をピッで頭をくるくるくるーと丸く描いて、ここにラインを一本ピッ、で手を横にピョコ、指は1、2、3と、でお腹、足の裏が見えます。でぐいでおいしい。でこっちも手をひょこ、指は3つです。でお腹、足、でお腹に縦長の丸を3つ描きます。山吹色と赤とオレンジを使って塗っていきます。まず山吹色で眉毛を塗ります。お腹の模様も山吹色で塗ります。でここをオレンジで塗っていきます。で手もオレンジで塗ります。で体を赤で塗っていきます。お腹の下のところをちょっと濃いめに塗ります。ここのあたりですね。
はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。